今前半の40分が始まりました。このようにまずはショートパスをつないでいきます。富士市立です。さあ前線ボールを取った、松村がチャンスになる、かわしてシュート打てるか、松村シュート決まった。前半の開始18秒、決めたのは静学中盤の松村。これが J リーガー内定の力。静学5年ぶり12回目の優勝に向け大きな先制点が入りました。もう少しノーリスクでボールをつないでるよりもね、前線という意識があったと思うんですけど、ちょっとね、静学のこのハイプレッシャーにねかかってしまいましたね。このシュートテクニックはどうですか。いや、それにしても10番の松村のね、このドリブルのコースといい、それからゴール見ながらのこの姿勢といいね、素晴らしかったですし、まあ、最後シュート落ち着いてましたね。はい、4番の田辺か、4番田辺の前、シュートまではいけません。ここで逆サイドを見ますが、中央を選択した。静学にボールが出た16番の井堀、あ、裏いてますね。クロスを送って逆サイドを守りきりました。まだある、カロのシュート決まりました。前半の25分、静岡学園追加点、2年生フォワードのカノハル今大会初得点。七海さん、この場面です。それはセットプレーからまず逆サイドという選択肢をしたのも良かったですし、クリアした後ね、9番のカノが必死になってね、ボールに絡む、それからやっぱりゴール枠にねしっかり打ち込もうと大振りしなかったのが良かったですね。やはりセットプレー絡みからの得点でした。決勝でもヘディングでゴールを決めていますが、狙いはどうでしょうかね。そういうラッキーボーイ的なものもあるでしょうし、はい、早めにね1点返してもう少し引っ越したゲームにしたいというそういう思惑じゃないですかね。はい、さあ突破を図って中にシュートを打った、決まりました。前半の33分、決めたのは14番の小山。七海さん、この場面です。いや、この1点大きいですね。まあ、何気ない、ね、カットインでそんなにスピードもなかったんですけど、最後のシュートコースは空いてましたよね。見事にニアを打ち抜きましたね。そうですね、ここまであの富士市立 の, あの守備っていうのはミドルシュートはねしっかりとボールシュートコースに入ってたんですけど、はい、このように全国から集まっている静学のテクニシャン、この選手も神奈川から来た8番の朝倉から、地元静岡の加納、今日は2点目奪いました。かわして間を抜いていこうというところ、16番の井堀、ミドルシュートも武器。小山が動き出す、その小山にスルーパスを出す、はい、朝倉が横で待っている、小山のシュート、静学4点目、前半のうちに4点目、小山今大会3ゴール目。34分、この、ね、16番の井堀のドリブルからのこのズルは素晴らしかったですね。右のアウトサイド、ちょっと点差がついたんで余裕も出てきてるんでしょう、あ、左足でしたね、点差もついて余裕が出てきたんでしょうけど、その後総体ではベスト16、さらにはこの決勝の常連静学と4対3のゴールゲーム。さあプスルパス出た、加納がかわしてシュート、ー決まった。後半の9分、2年生フォワード加納、今日2得点目。田辺さん、ね、中央突破ですよね。いや、朝倉君と、ね、14番の小山君、まあ、この辺のコンビネーション、まあ、外と見せかけての中、はい、スルーパス最後加納君と。伊藤さん、はい、さらに応援席に熱を増しています富士市立の応援席です。実はサッカー部の控えの選手たちが練習を、さあ抜け出した14番の小山か、かわして3点目なるか、決めた。今日小山3点目、後半の28分、これで6対1、得点ランクトップに立つ、これが4ゴール目ということになります。七海さん、いや、ドリブルの形自分自身持ってるんでしょうね。やっぱり利き足にいかにいいタイミングで、それからゴールキーパーは、ね、ゆっくり見れるぐらいのエリアに運べるかっていうのがよく分かってますし、はい、うん、フィニッシュ落ち着いてましたけど、2点決めてるんでね、この3点目はね、はい、ちょっとこうおまけみたいなところも、本人持ってるんじゃないですか。